今回は平敦盛を紹介いたします。敦盛って誰やねんとなった方もおられるかもしれませんが、次なる一の谷の戦いで悲劇の主人公の一人になってしまうので、ここで紹介したいのです。織田信長が好んだ高若舞の敦盛の演目で登場する人物でもあり、名前だけは聞いたことがあるという方も少なくはないのではないでしょうか。今回のお話は新平家物語を参考にした産主の創作話ですので、ご注意ください。平の敦盛は平常盛の末っ子でした。家系図で示すとこの矢印の人物です。常盛の家系は音曲の才能に恵まれていたのか、敦盛は笛の名手で、敦盛の兄の常政は琵琶の名手だったようです。では敦盛の恋の段の始まり始まり。京都の治安を守るのが我ら義経軍の当面の仕事と心得よ。怪しいものは見つけ次第捕らえるように。ん？言うたそばから怪しいものがおる、捕らえよ。塀の上から周囲をうかがうとは怪しきやつ、容姿から察するに兵士の金立ちであろう。名は何という？いかにもそれがしは兵士の金立ちに相違ないが、名は言えぬ。兵士とまで明かしながら名を言えぬとは不審なこと。神妙に名を名乗るがよい。ゆえあってのこと、いかようにされようとも名乗るわけにはいかぬ。たとえ首をはねられようとも。首をはねられても名は言えぬか。屋島あたりにおる兵士の者がここで何をしておった、何故周囲を伺っておったか。言わぬか。愛する恋人に会いに来たのよ。都を追われた兵士の金立ちなれば、源氏の目を警戒するは当然であろう。なんと合い引きと申すか。今は合い引きを終え屋島へ戻るところであった。愛する恋人と話すこともできたゆえ、いかようにもなさるがよい。合い引きであったか。わかる、わかるぞ。そなたの心根が義経には手に取るようにわかる。この義経にも静かと申す恋人がおっての。もし静か殿と無理やり離れ離れにされれば、いかなる危険をも顧みず会いに行くことであろう。殿、お言葉を慎んでいただきたい。殿は頼朝公と政子様がおすすめする川越重頼様の娘の里御前との祝言が決まっておるのですぞ。それはそれ、これはこれじゃ。そのようなことで我が恋心は止まらぬ。この者は解き放て。はあ、この者は兵士の金立ち、敵にござりまするぞ。わかっておるが、見たところ大した地位にはあるまい。この時期に
合いびきに来ておることを考えれば容易に推察できよう。兵士の陣に戻ったとて戦に何の影響もなかろう。それよりもこの義経、危険を顧みずに恋人に会いに来たその心根に感動しておる。そなたはこの者が町外れまで安全に帰れるように案内してやれ。その道中で恋の手ほどきなど受けるがよかろう。はっ。おい、このまま帰れると思ってはおるまいな。と申されますと、とぼけるな。恋の手ほどきをする約束ではないか。そのためそなたは解放されるのだぞ。はよう、それがしに恋の手ほどきをいたせ。されば真心でしょう。それがしのごとくに万難を排して合いびきに来るような真心で接する男を拒む女性がおりましょうや。なるほどの、それも道理。これは良い手ほどきを受けた。真心に勝るものはなかろうの。これでわしもモテモテになろうて。さらばじゃ、行かれるがよい。あつ森は屋島に戻った。そして父常森、兄常政らとともに兵士の最前線である福原にやってきた。そして一の谷の戦いが起きるのですが、そのお話は次回にて。